時刻は4時15分です。はい、NTT ゴゴモンズカフェ。私が味わった妙なドキドキ感。うん。行きましょう。先日の愛犬家。ありがとう。えー、男性なんですけれども。うん。私は以前、中国料理店で働いていました。はい。その店のメニューにはあんかけ焼きそばがあったのですが、うん。私はそのあんかけ焼きそばのおかげで、いつも妙にドキドキさせられていました。うん。 あんかけ焼きそばには2種類あります。はい。一つは、麺を焼いて少し焦げ目をつけたタイプ。うん。こちらを、そうめんそうめんそうめうん。そしてもう一つが、麺を揚げてカリカリにしたタイプ。うん。こちらが、ザーメン。ザーメン。もう一度言います。ザーメン。ザーメン。です。はい。この、ザーメンの注文が入ると、チャイナドレス風の制服を着たバイトの女子高生が、 ザーメンお願いしますと、厨房にオーダーを通すのですが。うん、私はそれを聞くたびに、妙にドキドキしていました。<laughs> ああ、二種類あの知らなかった。はい、ね。きっそうめん。リスン。ああ。リスン。ーーリピートアフターミー。リピーアフターミー。そうめん。そうめん。ザーメン。ザーメン。ザーメンえー、一番テーブルザーメン出てません。<laughs> はい、一番テーブル、ザーメン出てません。早くザーメン出してください。もういいわ。サラリって書いてあるじゃん。すいません、中華のだけにこってりめに行ってみました。<laughs> 広げる,え広げる <laughs> 続いて